皆さんこんこにちは私は静岡県立大学グローバル地域センター特任准教授の西です。今日は当センターの小川和久特任教授がメディアが報じない戦争のリアルについて講義します。私から小川先生をご紹介します。小川先生は外交・安全保障・危機管理の分野で政府の政策決定に関わってこられた。 軍事アナリストですまた静岡県の防災危機管理体制の見直しを川勝知事にお願いされて11年前から取り組んでいます小川先生は昭和20年1945年熊本県に生まれ中学卒業後陸上自衛隊同志社大学鳥取県の日本海新聞の記者講談社週刊現代の記者を経て 1984年日本初の軍事アナリストとして独立しました翌年「在日米軍」という本を出してアメリカにとって日本の基地がどれほど重要なのか初めて明らかにしました日本政府の政策には1992年の自衛隊カンボジア派遣をきっかけに関わるようになりました今日の講義と同じ題名の本「 メディアが報じない戦争のリアルを昨年10月、SB 新書から出版しました。学生の皆さんに一言申し上げます。私のレポート課題の範囲は、今回も含めた4回の講義なので、ノートを取ってレポートに役立ててください。それでは小川先生、よろしくお願いします。 え皆さんこんにちは。ご紹介いただきました小川です。えー、今日はメディアが報じない戦争のリアルというまああの去年出した本と同じタイトルでお話をします。で私もまああの地方の新聞あるいは中央のテレビ局などでメディアにはまあ端っこの方で関わってきたんです。ただそういう中でやっぱりですね特に安全保障の問題については。 表面を撫でることが圧倒的に多い一歩踏み込んで何かを伝えるという能力がメディアの側にもないでメディアと同じような位置づけにある大学の教授をはじめとすする専門家も全く一緒なんですだからこのメディアを通じて出てくるものこれはまあ大学の先生方がテレビなどでしゃべることも含めてですがちゃんとしたものももちろんあります。 ただ何でこれに触れないんだろうこれに触れなければ本当の姿はわからないだろうということもたくさんありますでたまたまですが私はまあ15歳から自衛隊の末端に関わりその後外側から自衛隊の数々の課題に関わってきただから今は防衛省自衛隊の OB の団体の本部で理事をしています私が多分今最年長ですね77歳ですから で横にいるまあ人たちは自衛隊のトップまで行った人まあ統合幕僚長とか陸海空の幕僚長あるいは防衛省でいうと事務次官、まあ、そういう人たちとまあ後輩たちがきちんと日本の安全保障について取り組んでいるかどうかかなりまあ忌憚のない意見を交わしている立場なんですね。ねやはり 戦争のリアルというものをちゃんと我々が認識しておかないと平和国家とか平和主義とかいうのはちょっとおこがましいなっていう感じがするんですね。ですから、まあ、みんなでで考えよううという話で今日は進めたいいと思いますで今日は、まあ、あのこちらの担当者の皆さん方には、まあ、土壇場になってものすごくお手数をお書きしたんです。 ただやっぱりですね私あのコンピューターはマッキントッシュなんですよであの30年以上マック使ってるんですねでマックがパッと人差しで使われつながらないところというのは先進国では日本だけですまあアップルをあの、えー、排除してんじゃないかと思うぐらいねやっぱりあのそれは日本の IT 化のレベルというものを物語っている。 でここに来るまで僕はちょっと車運転して東京から来たんですけれども午前中は家でチャット GPT 使って日本語の原稿を英語に翻訳させてそれ下役ですから結構間違ったところもあるそれをもう一回構成しろっていうことを命じて見事に構成してきますねチャット GPT は。まあ、一番基礎的な使い方ですがこんなことを僕なんかでもやってるわけですよじいさんが。 それなのになんかまあ大学の講義で最初からマックがつながるかつながらないかということになるとちょっと目の前暗くなるんですよね。まあ、そんなこととともちょっと頭ののどこかにいいいいいてて私の話を聞たいいただきたいと思いますそこでこのスライドに今沿って申し上げますそれからあのプリントしたスライドの原稿というものが配られていると思いますが。 これは勝手にスライドを飛び回りますのでそれはちょっとご容赦いただきたいと思います。で最近の北朝鮮の動向をちょっとまあ最初にお話をしておきたいと思います。それはですねウクライナ戦争の行方に関わる動きが北朝鮮とダブル格好で現れているからなんです。で これは残念ながら新しいスライドがあの私のマックじゃないんですよここにあるのが。だから来てないんですが、まあ、あの口でお話をする以外ないですね。皆さん方あの極超音速ミサイルってのは聞いたことありますあのメディアなんか出てくるけど極超音速っていうのは音の速さの5倍以上マッハ5以上。だから、まあ、それでで飛んでくると ミサイル防衛なんかしにくいとかいろいろ言われますまあこれは実は嘘なんですけどねただあの極超音速のミサイルをウクライナ戦争でロシアはウクライナに対してこれまで発射してますで撃墜不可能だと言われていたロシアの極超音速ミサイルをウクライナが破壊したんです撃ち落としたんです。 これはあの今月に入ってからですがアメリカが4月末にアメリカのものじゃないんですがドイツなどが4月末に送り込んだパトリオットの PAC2 というやつですね日本はもっと新しい PAC3 を持っているんですが日本よりは一台古い PAC2 でウクライナ軍がそのロシアの極超音速ミサイルを撃墜した。で なんでここで北朝鮮の話とその極超音速ミサイルの話をするかというと北朝鮮が去年は失礼29回55発その55発の大部分が今回ウクライナ軍が破壊をした極超音速ミサイルの地上などから発射するタイプなんです。 これはイスカンデルという名前のロシア製のミサイルなんですね。でウクライナ戦争ではロシアはウクライナに対してイスカンデルをはじめとする短距離の弾道ミサイルあるいは巡航ミサイル1200発以上を撃ち込んでます。それを飛行機から発射する形にしたのが今回撃墜をされたキンジャールという極超音速ミサイルなんです。で 北朝鮮はこのロシア製のイスカンデルを独自に改良をして、まあ、備えて去年の55発のうちの大部分はそのイスカンデルである。でもう実戦配備され始めてますから実戦配備されてる部隊には実際に撃たせないと戦争の時役に立たないだろうということで実射を指しているということなんです。 そういういことでウクライナ戦争とのまあ関係でちょっとまあお話を申し上げましたけれども北朝鮮のミサイルについては一つだけお話をしておきたいことがあります。北朝鮮は何のために弾道ミサイルを開発をするのかそしてその発射実験を繰り返しているのか。 でこの間「火星18号」と名乗っておりますが初めての固体燃料型の大陸間弾道ミサイル ICBM を発射した実験です。固体燃料というのはもともと燃料がミサイルの中に入ったままでいつでも発射できるという意味で有事即応なんですね。でそれまでのの、まあ、大陸間弾道ミサイルといいうものについては、 北朝鮮は液体燃料型を中心に開発をしてきた液体燃料というのは前もって燃料を中枢にしなきゃいけない入れっぱなしにするとやっぱり腐食を起こしたりいろいろするというまあやな部分がある爆発事故も起こりやすいだから固体燃料に早くしたかったんですがそれがようやくまあ実現をしつつあるということなんだ。ただ北朝鮮は今回もですね 日本海に落としている今回のミサイルについては途中で軌道を2回変更して打ち上げていますただこの前までのミサイルについて言いますとロフテンド軌道というのは聞いたことありますか大変高い放物線を描く軌道です6 0 0 0トル以上打ち上げているんですねそれを日本海に落としてきたで日本のメディアが言うのは 高く打ち上げたミサイルが落っこってくるとそれだけスピードがつくからミサイル防衛しにくいそういうところを狙っているというのはこれはもう上っ面の見方なななんでですミサイルル防衛はかなりなレベルでスピードが速くても可能なんですただ北朝鮮が日本海に落としている理由というものがメディアでは触れられていない何でだと思います まだ、ね、タ大ンな弾道ミサイル開発してないなな証拠なんですよどういうことかというと開発をするためには実験を繰り返さなきゃいけないで,できれば実射に近い距離を飛ばしてですね南太平洋辺りに危険水域を設定して、まあ、周りの船や飛行機に来ないように言ってそしてそこに打ち込むそれを繰り返しながら完成させていくんですが。 打ち込む時に必要なのは電気信号をキャッチすする船なんです1万トンから2万トン級の船でパラボラアンテナがいっぱい乗っかっているやつを中国も持っているもちろんアメリカロシアは持っていますそれをそばに置いといてどの段階まで電気信号が出続けているかということで完成の度合いを測っていくなんでそんなことが必要かというと対艦弾道ミサイル アメリカの東海岸まで届かせようとすると1万4 5千キロ飛ぶようなもんじゃなきゃいけないで緩い放物線を描くんですねで一番高いところは1千キロぐらいですが最後もう一回大気圏空気の層に突入するこれを再突入と言いますこの時大変な衝撃があって熱は7千度ぐらいになりますあのスペースシャトルが戻ってくる時真っ赤に焼けてるでしょああいう格好。 その熱と衝撃に耐えられる再突入体この先端部分のキャップこれを作る技術的なハードルが極めて高いだから実験を繰り返さないとダメなんです最後まで電気信号が出続けているようだとこれはキャップが完成したということですそうでなければ中に核兵器を積んでいても燃えちゃうんですねだけど北朝鮮は 船を作る金がない。だけど日本海に落とす分には自分の国から電気信号をキャッチすることができるそれでロフテッド軌道で打ち上げることを繰り返しているということですまだ最後まで電気信号が出続けていたという情報はありませんだまだできていないんだなということなんでで先端に載せる核兵器についてはこれはまあできれば3個ぐらいは載せたい。 でいいくようにしたいでもそういう小型の核兵器を持つためにはやっぱり実験を繰り返さなきゃいけないで第7回目の核実験実験場ですでに準備はできてますけれども中国がアメリカの方を見ながら首を縦に振ってくれない中国に逆らうことは北朝鮮はできませんまあもっと言いますとね北朝鮮も中国もお互いに嫌いなんですよ。 だけど必要ワークだからまあうちの夫婦みたいなもんですけどもくっついてるとかね、まあ、聞いてないだろうなと。ということなんですね。だからまあ今のところまだできてない証拠なんです。だから実戦配備したこのロシアのイスカンデルの北朝鮮版これもゆくゆくは小型化した核弾頭を積みたい。 とということなんですただこのミサイルについて言いますと実は韓国はもっとたくさん持ってるんですよ同じものロシアのイスカンデルを違うルートから導入して改良している南北朝鮮それぞれで韓国はです、ね、いわゆる反撃能力一発でも撃ったら何倍返しだっていうミサイルを備えることによって撃たせないこれが抑止効果なんですが。 その反撃能力としてキルチェーンというミサイルの防衛システムをどんどんまあ進めている近々ミサイル2,000発になるんです韓国側それの中心にあるのが韓国版のイスカンデルなんですこれ 2B 2B と言いますだから一発撃ってきたら2,000発返すだって話なんですね。そのことによって撃たせないというのが大事なんです反撃能力を語る場合に。 まあそういう中でウクライナ戦争にも関係のあるまあ北朝鮮の話をしましたそこでまあウクライナの話から入るか台湾の話から入るかということなんですがスライドがまあ順番で台湾からになってますんで台湾の話からしましょう中国はどうやら台湾に攻めてきそうだっていうようなマスコミ報道が結構あります そう思われる方いらっしゃいますか攻めてきそうだあなたもなんでそう思いますか笑ったって許さないぞ <laughs> <laughs> マスコミがそういうように報道しているからそちらの先輩は では、ねまあ、ここれれ言いますこれガセなんですガセというかあのいろんなところでいろんなまあ意見がアメリカなどでも出ますそれに飛びついて都合のいいところだけ報道して世論をある意味で振り回す格好になっているのが日本のメディアなんですその辺のお話をいたします。 でとにかくですね去年の共産党大会10月にあった時には習近平国家主席は台湾の統一については武力行使も辞さないということを言ったああやっぱりやる気なんだと報道されるところが今年の3月の全人代日本の国会にあたる大きな会議ですがそこではなんと 平和統一という言葉が復活したんです。ここ数年これ削ってたんですよ。武力統一するぞという姿勢をそこで見せようとしたんですよね。ところが3月この言葉を復活した。なんでか習近平去年の10月の段階ではまだ国家主席3期目決まってなかった。だからコアモテの姿勢というものも一定程度示さなきゃいけない。しかし 3期目が決まった後の今年の3月の段階ではとにかく自分の思った通りやれるようになっているわけですからまあ穏やかな表情を見せながら、まあ、衣の下に鎧を隠しているのかもしれないけれどもそういう方向でいこうということになっているわけです。でこのの台湾有事の話が 火ががいたのおじさんなんですねおじさんしたって私より20歳ぐらい若いんだけどもこれはアメリカ海軍の当時のインド太平洋軍司令官デイビッドソン海軍大将今も辞めてます今年の1月にも自民党に招かれてきてね煽おってましたけどねデイビッドソンがアメリカの上院の軍事委員会で 中国の台湾に対する脅威は今後10年間でいや実際には6年で明白になるって言ったんですほいでえらごちゃーんって感じで大騒ぎしたのが日本のマスコミアメリカ側そんな騒いではいないと言った方がいいでこれデビッドソンについて言えばね一つ,つはねいや彼は中国の脅威について警鐘を鳴らしたんだ好意的な見方 まあそれもあるで,すでもう一個普通の見方はねデイビントンソンは海軍に予算引っ張るために議員に貼ったりかけたんだって見方これはねあの別に悪い子じゃないんですよ自衛隊だって陸海空の自衛隊これ予算の時期になったら敵同士なんですよ防衛大学校の同期生だって敵同士になるんだからアメリカだって6つの軍があるんですよ陸海空軍海兵隊とずらっとね。 それはね予算取ろうとしますから、これ普通の見方。でもう一個は、あ、デビッドソンは大規模な上陸作戦の知っ知識がないんだって見方なん。意外かもしれないでしょう。海軍対象が上陸作戦の知識があるかないか、ない可能性が大きいんです。大規模な上陸作戦についてちゃんと教育で身につけるのは海兵隊と陸軍だけなんです。海軍と空軍は たまたま任務で関わった人以が知らない自衛隊もそうです。航空自衛隊、海上自衛隊大部分知らないんです。陸上自衛隊は指揮バク寮課程といってエリートコースがあるんですが、それで三十代前半に習います。でこれは、ね、大規模上陸作戦を台湾に対して行わないと武力統一できないからこの話をするんですよ。単にねあの。 海兵隊にあたる海軍陸戦隊というのが3万人ぐらい中国にいてねそれがどっかに強襲上陸作戦をかけるだろうなんてそんなものは役に立たない本当に台湾軍と戦いアメリカ軍と戦いそれを跳ね返しながら上陸することにならないと武力統一にならないその場合はこれは 科学的な見方というのが世界に共通しているということなんですそれをメディアが若干知っておかなきゃいけないでこれは、まあ、あのデイビッドソンがこういう証言をしたらすぐこのお茶が出てきたアメリカ軍全体のトップミリー統合参謀本部議長彼は陸軍大将当然大規模な上陸作戦のことは知っている彼が 議会で言った中国が台湾全体を掌握する軍事作戦を遂行するだけの本当の能力を持つまでにはまだ道のりは長いなんで日本のメディアはミリーが何を根拠にそういうことを言ったのか取材しないんですか秘密でもなんでもないんですよ。デビッドソンの発言にだけ載ってる煽るのがメディアの仕事なのって話なの。 いろんな見方は専門家もあるけれどもこの台湾についてはミリーの見方というのがこれは正しいそれを私がミリーの代わりに話をいたします。本格的な上陸作戦の条件台湾の占領には中国は少なくとも100万人以上を投入しないと無理なんこれは第二次戦末期の ノルマンディ上陸作戦の規模です史上最大の作戦あの時連合国軍は最終的に132万人をノルマンディから上陸させてドイツ軍を駆逐していったその規模が必要なんですよすごい作戦なんですでこれを幅140キロの台湾海峡を 渡らせるためにはまず船が必要でしょで中国軍は人がいっぱいいるでしょうそれが船に乗っていくんですよねという人にねどんなことをイメージしていらっしゃるか聞くとみんな満員電車状態でね中国軍が船に詰め込まれていくっていうのをイメージしてるんだよねこんなんじゃないですよ中国軍だって近代軍隊だからね装備だって装備って戦車から何かでっかいしね俺はね 詰め込め込ないんですでこれは、まあ、中国もアメリカも日本もロシアも同じ計算の式があるんです。計算式。簡単なんですけどね。人間一人は4トンで計算します。重さ40トンの戦車は90トンで計算します。例えば私、体重65キロ。これは重量なんです。ただ、 私だって4トンで計算されるわけです。これ容積トンっていう数え方なんで、サイコロを詰め込むようには詰めないんですよ。人間とか戦車とか積むとね、無駄な空間いっぱいできる。だ容積で見なきゃいけない。で、まあ100万人の中国軍船に乗して1週間分の燃料、弾薬、食料を持たせると、だいたいどれぐらいの船が必要かというと、3000万トンから5000万トン食っちゃうんですよ。 すごい船の量で中国が持っていて実際に動かしている船は全部で6,200万トン全部経済活動に従事しているこれやめさせるのかという話なんでだ,だからまず輸送能力がないであと仮に輸送能力があったとしてどういう問題があるかその輸送船に乗った部隊を空からあるいは海から その攻撃に対して守る軍事的な能力が中国はまだ十分というかないわけですその問題はこれ後で話します。でこれに対して台湾側はどういう備えかというと一貫して中国が攻めてくるのに備えてきたから一点豪華主義なんですね。対艦戦闘能力軍艦を沈める能力が突出してんです海軍と空軍。 もともとはイスラエル製のミサイルとあとイスラエル製の高速ミサイル艇でやってきた今は全部自前のもっと高性能なものでやってるだから攻めてくる中国軍これはあの輸送船で来る部隊は台湾海峡の真ん中で半分ぐらいは輸送能力が仮にあったとしても沈められるって話なんだでもう一個これですこれは我が秘密兵器である西准教授が 台湾の政府の地図を盗んできたんですけどねこれあの向こうの国防部の地図です日本の防衛省と一緒台湾の本島の海岸線1139キロあるんですがそのうち上陸に適した場所というのは14箇所1割しかないんですこれを上陸的地と言います上陸に適した地点で、上陸的地の条件というのは 3,000人の軍隊を上陸させるためには幅2キロの岩礁などの障害物がない海岸が必要だとされているそれを前提に見ていくとこの黒丸のところ14箇所しかないんですよでこれは台湾軍がばっちり守ってるでその裏をかくだけの軍事的能力は中国には海軍も空軍もありませんつまり上陸作戦成り立たないということなんですよ でこれねあのもっと言いますとね私1987年から中国人民解放軍とは結構、まあ、あの付き合いがあるんです大げんか何回もしてますだから律儀にもねお中元とお歳暮必ず来るんですよ中国大使館武漢室と言ってねで私が酒飲まないからねあのお菓子を送ってくる最近だんだんその上等なチョコレートを送ってくることが多いんで なんか混ぜてるんじゃないかと,と思うんですけどね。だから今年になっても、まあ三回ぐらい武官たちとやってます。四人将軍提督が来てるんですよ、日本の大使館にはね。で。台湾については、彼らは上陸作戦能力がないというのははっきり認めてます。私に張ったりかけたっしょうがないからね。だからその辺はね、彼らが自覚している問題として、ちゃんと見ておく。 しししかしだかだらといって油断してはダメなんですよ日本人そういったことを言うと「あ小川さん大丈夫なんですね」というかね安全保障に安心していいってことはないですからちゃんとやるべきことをやって守るということなの中国は上陸作戦能力が自らにないということを認めた上でできることなら熟した柿が起こってくるように台湾が手に入らないかということで。 いろんな角度から関わりを深めてだってね上陸作戦能力含めて中国の軍事力必要なものを備えようと思ったらどうなると思います5つの軍隊にななきゃダメなんですよ国防予算の裏側に同じぐらいの金あったって足りないどうしようもない全部配分しなきゃだめだからできないんです。 数年のうちにそんな能力を備えるなんてことはありえないそういう中で中国は戦わずして勝つという取り組みを原点に戻ってやっているということなんですこの「長元戦」という本は中国の2人の大佐が99年に出したまあ宗教だろうと文化だろうと全部武器に変えて戦争に勝とうという考え方ですで それを受けて中国は軍隊に対して3つの戦いをやるように任務を与えたこれが参戦と言います2003年世論戦法律戦心理戦これは「蜂縁の上がらない戦争」という言い方をします「ドンパチやらない戦争」これは何を隠そう古代中国の戦略の書孫子ですよ ずして勝つでそれに対してアメリカ側は2008年にハイブリッド脅威であるというような認識を示したでそれをですね実際に軍隊のドクトリンに入れたのがロシア軍のゲラシモフ参謀総長なんで,でその翌年の2014年 クリミア半島を無血併合しちゃうあれいはまあハイブリッド戦その後、イギリスのシンクタンクなどがハイブリッド戦争だというまあ位置づけでそれをまあ明らかにしたわけであります。だからとにかく中国は自分たちが大規模上陸作戦の能力がないということを知ってますだから熟しが手に入るようにいろんな角度から関わりを、 深めていくで中国側もね黙っちゃいられないんで言うわけですよ作戦成り立たせるだけの軍事力はありませんそう近々そのあるわけでもありませんしかし台湾が独立を宣言したら我々は暴れ回ります作戦は失敗する50年100年の間国際的に孤立するかもしれない経済的にも 破綻するかもしれないしかし国家の対面の問題は最優先される中国が軍事的に暴れ回るとやっぱり隣の日本にも火の粉が飛んでいきますよそんなことがないようにしましょうねって一生懸命言うわけですだからそうだよ火の粉が飛んでくるってったら火のコ払わなきゃいけないから場合によっては日本は米軍としように台湾まで行くからなそんな話中国たちかないかで知ってんですよでもね本当に そういうことが起きないようにするためには日本とアメリカと台湾はどうするか彼らはね台湾の国内で中国寄りの世論それが生まれるようにいろんな工作をやってますそれが中国の思惑通り進んだら中でうちももや起きるかもしれない内戦状態内乱状態になるかもしれないそういう混乱が起きたら すかさず小規模な軍事作戦を台湾に対してやりながら中国寄りの政治家による傀儡政権を樹立するでしょうでもその時国連は介入できません中国が安全保障理事会の常任理事国だからですウクライナの時と一緒ウクライナはロシアが常任理事国だから国連動けない米軍もそばによっぽどそばにいないと介入できない みんながわわと言ってる間に時がたって中国の台湾統一は既成事実化しちゃうそうならないようにするっていうのが日本やアメリカの役割なんですね。でそれに対してはやっぱり、まあ、中国側にもはっきり言っておかなきゃいけないんだけれども日米は台湾でハイブリッド戦争の兆しが生まれたらすかさず日本の国境の 内側だけれども軍事力を展開する直ちに介入できるようにするそういうことを能力として見せつけておくだ、中国も変な動きをするなよという話をまあ我々はしているし政府間でもやらなきゃいけないことなんですねで、この間南西諸島自衛隊の部隊がまあいろいろ配備されたりと言うけどアメリカの海兵隊夜殴りまでもう行ってんですよこれはもう 台湾有事の時に兆しが見えたらそこに日米で展開するという姿勢を見せている中国にとってはすごく嫌、まあ、な動きなんです。そういう中で、まあ、中国がどういう能力を持ちそれを使えるのか使えないのかという話もしておかなきゃいけないんですが。 これこの間中ニュースを賑わしたでっかい気球ですよね。これアメリカが打ち落としました。でもね、これだってね、偵察用のものだというのは日本でも解説した人はいっぱいいます。それは人工衛星でね、地上で使われてる電波とか電子情報をキャッチしようと思ってもできないんです。というのは偵察用の人工衛星ある地点を 通過するの1時間に1回1時間半に1回あっという間にいなくなっちゃうところは気球だとあの地域に滞留させることはできるじっくり聞き耳を立てることはできるということなんですねで、それはもちろん事実なんだけどももっと秘密があるんです中国はね、自分たちが備えなきゃいけない能力を補うためにあの気球を使い開発をしてきたって面があるんです これ、ね、あの中国のいろんな兵器が出てくるでしょアメリカの航空母艦を狙う対艦弾道ミサイル空母キラーなんて言葉出てくるでしょあるいは航空母艦も3隻目作ってるレーダーに移りにくいステルス戦闘機も、まあ、実戦配備したこれ一個一個まだ使えないんだけどもそれを話しているとね3日間ぐらい必要だからまあ簡単に言いますとね 軍事力がハイテク化されればされるほどインフラが重要になってくるんですこの一般社会のインフラというのは電気であり電話であり水でありガスでありそういう話高度化された軍事的なシステムを動かすためのインフラは代表的なものがこのデータ中継の能力ですコンピューター同士の話になるか。 でデータ中継っていうのは基本的には人工衛星でやってますで西准教授に調べてもらったらデータ中継専用の人工衛星アメリカは15個挙げてるそれ以外の人工衛星でデータ中継に使えるものがあと16個ぐらいある合わせて31個ぐらいで数えていいだろう中国はどうかやっと8個なんです。もう 差は歴然としている、中国はまだ無理なんだ。ハイテク化された軍事力を自由に動かすには。だから、それがないとですね、この対艦弾道ミサイルだってうまく使えない。これは、まあ、アメリカ海軍の、まあ、資料の中にあるようですが。西准教授が調べてくれたのによると、やっぱり。この移動していくアメリカの航空母艦を。 弾道ミサイルというのは普通はね誘導じゃないから計算した通り落っこってくるでしょそれを動いていく航空母艦を追いかけさせて落とすというのは3つの軌道を地球の周りに置いてそしてそこにまあ25個ぐらいずつぐらいの偵察衛星を置かなきゃいけないこれは、ね、いくらお金があっても中国無理なんですないんですだから無理まだねちゃんと動いている船に対して 撃ったことないんですよ。十何年前からこの空母キラーの脅威って言われてるけど。ゴビ砂漠とタクラマカン砂漠に作ったね。標的に向けて撃ってるだけなんです。南シナ海に一回だけ撃ってますが、別にそれは動いている船に対するものではない。でも、これ。気球でやるとどうか。ある必要なエリアに。必要な数を置いとけば。 データ中継もいらせられるし空母キラーを落とすための偵察衛星の能力に変わる能力を提供できる気球は人工衛星に比べれば安いそれを20年以上前から気球だけじゃなくて飛行船とか無人機の格好で一生懸命開発してきてるのが中国なんですりがたいんですよ ただ中国から見ると嫌な相手はやっぱりアメリカなんでこれは F22 というステルス戦闘機まあだんだん古くなっているけどやっぱり世界で最も強力な戦闘機です。これをね10年前からアラスカの基地にそれを拠点としてそういったデータ中継などを行う 無人機機とととかかか航空機とか気球とか飛行船をを破壊する目的を持ってて配備しているだから日本の前でも南西諸島で中国がまあ飛行場やなんかにミサイル弾道ミサイルを打ち込んでくるそれをまた自衛隊と米軍を直しながら飛行機を発進させていくそういういたちごっこになるんだけれどもそういう状況になったらこの F224 機と機 部隊全体を乗せた C-17 の大型輸送機これで一つの部隊なんそれをポッと持ってきて空いている飛行場から戦闘機を発進させて気球とかなんか全部落とすこれがラプターパッケージというものとして知られているわけですこれはね、本当に10年前に西潤教授がコラムで 明らかにしてるんだけど日本のメディアは全然知らないし自衛隊も知らないから問題になるでもこれが今回の気球の撃墜劇では4個の気球を撃墜したんだけれどもそのうち3個は今の F-22 がアラスカの基地から発信して落としています実証的に撃墜したんだなという感じがあるわけです そういうい中で、まあ、中国とのまあ話を少し今するとすれば例えば台湾の周りで防空識別圏に中国の軍用機がいっぱい入ってきたって報道があるでしょどこに入ってきたんだということになると書いてないわけです新聞。 大部分はここなんですよ。南側なんだ。で、この台湾と中国の中間線というところをちょこちょこ越えるのはありますよ。だけど、わーっと入るのはこっちなん。なんでかわかります？これがね、台湾有事は日本有事だと。安倍晋三さんが言っただけじゃなくて、専門家の間での共通認識なん。つまりこっちの方で。 入ってきてきスクランブルをかける台湾の戦闘機と中国の戦闘機が戦うつもりなくてもやっぱりお互いに生き立って上がってるから衝突することがある戦い始まっちゃうとくんずほぐれしながらこっちに飛び込んじゃうともうこっから先は日本の領空でしょあっという間に沖縄本島に近づいちゃう。 まあ、飛行機戦ってる時はスピード遅いですよ時速500キロ以下ぐらいになるけどそれでもすぐなんだで普通はね日本の空の周り航空自衛隊スクランブルかけてるのは航空自衛隊ですアメリカ軍はその任務ついてないただ中国軍がこっちまで来し合ってるとなると嘉手納基地のアメリカの戦闘機は当然航空自衛隊の戦闘機の後ろに上がってますよ。 決められない政府でしょ。自衛隊はいつでも撃てるんだけども撃てと言ってくれない撃つわけいかないそんな時は俺たちの出番だってアメリカ軍がバーッと攻撃しますよと中国の戦闘機を追っかけてこっちに来るとあっという間に台湾飛び越しちゃうぐらい近いんですだからお互いに火花が散らないようにしよう火の粉が日本に降りかからないようにしようというのを常に 外交的に。伝えながら。そういったことが起きたときのための。防衛力の。整備っていうのは。しておかなきゃいけないって話なんですね。まあ、とにかく。そういったこともあります。あとですね。日本で。メディアが伝えない話。これなんです。こればっかりじゃないですか、これ尖閣諸島の横でね。中国の海警局の。 巡視船会計で,でこっちにいるのは海上班長の巡視船です向こうのがたまたま大きい船でこっちちっちゃい船でって映ってるけど実はこっちは全部武装してます強力な武装してます向こう側はねだいたい4隻編成で領海侵犯したりすることあるけど武装してんの一1隻だけなんですそれをねあの海上班長がね 言わないのよあのメディアにそうするとメディアが騒いであの書くとね予算取りやすいじゃない。で僕海上保安庁の委員だからねあんまりえげつないことすんなよって言うんだけどもとにかくメディアの無知をついてどこの国もやるわけですよ予算獲得に。ただ、まあ、あのこの話をちゃんとしなきゃいけないのはこの青いところは日本の排他的経済水域です。 ここでは外国の船は魚取るにしても何にしても日本側の許可がいるわけですただ排他的経済水域これ韓国とも被るし中国とも被るお互いに折り合いつけてるんですが中国との間についてはこの赤い部分についてこれ棚上げをしてるんですね。だだからこの赤い部分だけは 中中国国側は中国の漁船だけ取り締まるることはできる日本は日本の漁船だけ取り締まることができるそういうふうにしているわけです。ただその棚上げの適用除外というところがあるってことが知られていないここにあるのが尖閣諸島尖閣諸島の周り水色になっているでしょあれは領海十二海里なんです。 でこれはね日中漁業協定によって日本の領海でもあるけれども中国の領海でもあるってことになっちゃってるのよ。だけどそこで止まっちゃってるのだからね中国側はこの尖閣諸島のところで領海侵犯をしてそれで日本のメディアが書くと国内の世論の突き上げをかわすことができるほら擁護しじゃないだろうって話ね。で しかし同時に見なきゃいけないのはここで日本の漁船がいるあるいは東海大学の調査船が行く向こうのこの海警の船が出てきてね追いかけるけしからんというでしょうだけどあれしかできないんあおり運転です車で言うと本当はね中国の領海法という法律あるいは海警法という法律がある海の警察の海警ね これに従ええば捕まえたり撃沈でできるんですよなんでやらないのかというと日中漁業協定向こうは徹底してて頭に入れてる日本の領海でもあるってことになってるからこんなことやったら日本と軍事衝突につながりかねない日本との軍事衝突にアメリカが出てくる中国にとっては最悪だって話なんだだから煽り運転しかやらないそういったのをちゃんと 踏まえながら日中漁業協定の中身も変えるってことをやらなきゃいけないのに水産庁に任せててできる話じゃないでしょうこれは総理官邸のテーマですよそういった認識がないのがまあ日本国でありますだから台湾有事についてもですね、きちんと正しく恐れよ正しく備えようっていうことを言ってるんですがなかなか浮き足立ちとか多くて困るわけであります そういうい中で、まあ、ウクライナの話に行かないと時間が足りないんですが1個だけ申し上げておきますとね中国は国の目標というのは明確なんです国家目標2049なんですよ2049何かわかりますよね中華人民共和国の建国100周年 追い抜くって言ってるわけです。これが目標なんですよ。そのためにいろんなことやってるんです。政治的、軍事的。もちろん経済的にも。だ途中でね、つまずいて転ぶわけはいかないでしょう。国家目標があるのに。だから、いたけだかに振る舞っているように見えても。実は中国はあれでも安全運転してるんです。日本人が騒ぐのは。 軍事にといってあまりにも無知だからですよ。なメディアはねちゃんとそういったことを。伝えながら日本人がから騒ぎをしないで済むようにしていくってことが重要であります。そこで。小泉優ですとかって言わなきゃいけないんだけども。まあ二十五日小泉優さんが公開講座で喋りますんでね。それはそれでいいんだけども。まああのウクライナの話。 ウクライナ戦争はいつ終わるんだっていやこれプーチンが実権握っている間はなかなか終わらないですただ下手をすると朝鮮戦争状態になる可能性がある朝鮮戦争というのは1953年7月27日に停戦になったまだ戦争終わってないんですよ休戦状態なんですよそんな状態で70年来ちゃってんだからウクライナもそうなる可能性がある だからそこまでにウクライナ軍はどこまでロシア軍を押し戻すことができるのかといったようなことも彼らの任務の中には入っているわけであります。さっき申し上げた北朝鮮が持っているイスカンデルこれ地上から発射してますが。 それを航空機に積んでウクライナに撃ち込んだら撃ち落とされたこれはキンジャールってやつですねでこの極超音速ミサイルっていうのはですねもう撃墜不能だっていうのがもう続論がいっぱい飛び交っているわけですスピードが速いでスピードは問題じゃないと言いましたねなんでかって。 音の速さのまあ5倍以上を極超音速っていうしこの近似アロニーというたカタログデータでいうと音の速さの10倍マッハ10ぐらいですが考えてくださいな大陸間弾道ミサイル落ちていくとき音の速さの20倍から23倍ぐらいで落ちるんですよそれでもミサイル防衛今当てられるようになってますからねスピードは問題ありませんで今回はちゃんと落とした それからこのもうちょっとまあ事情を知った人はそうだよなスピードは問題じゃないよなしかしこの極超音速ミサイルっていうのは飛び方を変速にすることができるから上がってくるミサイルをかわすことができるだから落としにくいよなとそうみんな思ってたでも考えてみればちょっと違う「コロンブスの卵」なんですね。を立つじゃねえかって話ですよ。 なんでか、この極超音速ミサイルというのは、まあ、高度が低いんです。まあ、五十キロ内外、近所あるの場合、二十キロぐらいの高さ飛んでくると言われて。で、ここは空気があります。大気圏内です。その空気の抵抗を使って、飛び方を変える。で、厄介だと言われてき。ただ、コロンブスの卵を言いますと、目標に突っ込んでくる最終段階では、直線なんですよ。直線で飛んでくるやつは。 今ののミミササイイルル防衛のミサイルは得意なんです確実に当てるだからパトリオットのバックツーでも当たったということなんで、まあ数をいっぱい撃たれるとねこちら側で叩き落とすためのミサイルの数が足りなくなるこれを飽和攻撃っていいますがロシアはミサイルが枯渇しつつあるようでそれはできないでしょうねまあそういうようなことなんですで そういうい中で、まあ、ウクライナはいろいろろやってます5月の3日には、まあ、ウクライナがやったかどうかわからないけどクレムリンの上でね夜中に何かドローンがね飛んできて爆発したとかねでウクライナがやったというとお前ら自作自演だろうとかいう話になったりねあるいはロシアの国内の反対性勢力がやったんじゃないかなって話も出ます。 かと思うとこのこのおじさんがもうプーチンが困るようなことをいっぱい言ってるあの民間軍事会社ワグネルってあるわけですワグナーですねそこのオーナーのプリゴジンというのがこのアラクレドムを率いて戦っているわけですがこのプリゴジンが権力を握ることを面白く思わない人たちが プーチンの周りにはいる国防大臣のショイグとかその辺でしょうだ弾欲しいっていうのは、ね、くれないもう撤退するとか言ってるそれで弾をくれるってことになったから撤退しないって言ったかと思うとまた怒ってる約束した弾の10%しかくれないとかねでまあこのワグネルの部隊囚人をいっぱい集めて ここで戦って生き延びたらもうチャラにしてやるって感じでみんな来てるわけですよこうしてまあ囚人部隊あの人間がウクライナ軍の捕虜になったその部隊は9人単位で動いてたしかし前線に出たときに自分以外8人殺されちゃったもう捕虜になった方がマシだって感じなんですねまあ凄まじい戦いをやってます まあ、あのこれはちょっと違うんですがこういった固定翼のドローンもウクライナはいろいろ持っています。トルコ製の新しいものだけじゃなくて旧ソ連時代の1,000キロ飛ぶ偵察用のドローンというものもウクライナは持っていてこれまでロシアの飛行場2カ所にそれを 投入しましたまた、あ、結構ドローン戦争にはなっているんです。でこういったことがある中でウクライナがどん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 西側の支援のもとに強力な武器を備えつつあるロシアは劣勢なんだ劣勢になるとロシアはやっぱり核兵器をちらつかせざるを得ないということなんです。 だから例えばこれはさっきの北朝鮮も持っているイスカンデルですがこれを北隣のベラルーシに持ち込んでこれに核兵器を積むことをベラルーシが認めたという話になる、まあ、これはイギリスのチャレンジャーという戦車でこれをウクライナに提供したんですがこれが使う大砲の弾が劣化ウランだから核兵器だってロシアは言い出したけど これれはもうとんだ濡でね劣化ウランというのは重金属だから戦車の装甲をぶち抜くのに使うわけです。日本はねあの被爆国だから非常に敏感だから自衛隊は劣化ウラン弾を持ってないんですよ重金属の入った鉄鋼弾というのはこれは炭化タングステンなど非常に高価な金属を自衛隊の弾は使ってます。ただ普通はねこれ 核のゴミですからレッカウランというのはこれでどんどん戦車の装甲をぶちあぐる弾をね、まあ作って使うわけですロシアだって使ってるんですよでも自分のことのことは棚にあげてね、このイギリスの戦車がレッカウランの弾を使うから核兵器に訴えようとしているとか行ってベラルーシに核兵器の持ち込みを認めさせるとかね、そんな変な話をしています そういうい中で一つ焦点になってくるのがこの戦車です。これがレオパルト2というドイツ製の戦車これをくれくれくれと言ったのがこのゼレンスキー大統領もちろんイギリス製の戦車アメリカ製の戦車いろいろ入ってますがなんでレオパルト2になったかというとまあ私も乗ったことあるけど一番レベルの高い戦車だからそれだけじゃなくて、 カカ国が使っていていウクライナに提供可能なのは14カ国あるだから、まあ、西側の1個中隊というのはたい戦車14両なんですが1個中隊ずつ出してくれるとやっぱり10カ国でね140両になるとかそういう世界です。で今ウクライナ側は西側の新しい戦車230両それからちょっと世代の古いドイツの戦車も入れて320両ぐらいの まあ、戦車を新たに提供されているそういう話なんでこれはアメリカの M−1 エイブラムズという戦車これは大変火力力が強力なんだあのドイツでね毎年あの戦車の競技会やるんですよそうすると総合優勝はこのレオパルト2なんででも射撃だけではずっと一貫して一番はアメリカの M−1 なんですね。 まあ日本の戦車行くと多分5位に入れないそのぐらい凄まじい世界だでもこれをくれというのは実は新しい段階にウクライナ戦争が入ったからなんですここにあるのは ウクライナもロシアも中心的な戦車として使っている t 7 2というタイプなんで旧ソ連時代のやつ古いみたいだけどやっぱりまあベストセラーなんですよこの戦車は長所短所がは,はっきりしているでその長所を生かすことができたのがこれまでのウクライナの戦いなんだただ反転攻勢ロシア軍を元の国境まで最低押し戻したい 攻めなきゃいけなくなると短所の方が明らかになっちゃう弱点さらすことになるからさっきの同一性のねレオパルト2みたいなのが欲しいって言ったわけですこの短長所短所実は西側の人間で初めてテレビカメラこの T70 にに入れたのは私なんです何を隠そう1990年の5月東京の TBS のね ニュース2 3ってあったでしょ筑紀さんのあの番組で私現地でレポートしたんですよ。まあ、西側の戦車にも乗りましたけどでこれに初めてテレビカメラを入れたあの時取材許してくれたのは東ドイツ軍なんですね。でそこでまあいろんなまあこと西側のそれまでの情報が正しかったということが裏付けられるんです。例えば、ね、この戦車 身長1 6 0ンチ以上の人は乗れないってされてたんですよ。こんな嘘な嘘だろうって話ですよさっきの,のレオポート2なんてね1 9 0ンチぐらいの人が乗ってるわけですよ。で背を低くしたからしたってねあんまりだろうって話したんで,すでも乗ってみたらね床に立つとねこの上のハッチがこうなんですよ。なんでかわかんないけど床下にね玉入れてんのよ。床が上げ底になってるの。 でまあ、ソ連は多民族国家だから小柄な人の確保っていうのは結構、まあ、できたんでしょうねでみんなそういった格好であってでも背はレオパルト2より8 0ンチぐらい低いんです背が低いほど見つかりにくいやられにくいということなんで,すでその一方どういう特徴があったかというとこの前っ皮がねものすごく頑丈にできてるんです。 ちょっとやそうん分かった前は頑丈だただトータルとしてみると弱点が出てきますよね戦車全体の重さは40トンから42トンぐらいなの当時の前が頑丈だと重くなるその分他軽くしなきゃいけない横とか後ろとか上は薄いんですよだからこれは 戦車号っていうんですが戦車用の塹壕の中に入れて大砲だけ突き出して敵が来るのを待ち構えるのには強いんです。しかし攻める立場になって外に出て走り回ったら横から撃たれたり後ろから撃たれたりしたらアウトなんで弱点さらす。で例えばここにいるこの入道頭の人ね。 これはトランプの時の大統領補佐官マクマスター中将です。彼は湾、ね、岸戦争の時28歳の中隊長で戦車9両さっきの M1 を率いてイラク軍と戦って最高の勲章をもらった。30分間でイラク軍の T72 を25台潰したで,で彼は分かってるからこれイラク軍の戦車が二戦車が2両重なるように見える位置に 戦車を持って行って一発の砲弾で撃ち抜いてる。これよ横がいくらいかに弱いかって話なんですね。で今度は反転攻勢でウクライナ軍攻めなきゃいけない。そうなるとやっぱり T72 の弱点が明らかになる。だからやっぱりそういう弱点をあんまり持ってない強力なレオパルト2などが欲しいっていう話でもあったわけです。 まあでもこれまではとにかく寸止めの兵器といいますかそれしか西側はくれなかったんです例えばこれ高機動ロケット砲システムハイマース s というのがよくマスコミに出てきますこのコンテナみたいなやつこのまま輸送機に詰めるんですが国こ,こには6発ロケット弾が入るんです。 これは直径22.7センチのねロケット弾 GPS で80キロほど飛ぶやつなんでこの弾は渡してんですウクライナところがウクライナが欲しいのはこのコンテナに一発しか積めないけどこのでかいやつがあるわけです ATACMS というミサイルこれは300キロ飛ぶんですよ。300キロのやつを渡すと必ずロシア領内攻撃して戦争が厄介なことになるから ちょっと渡さずに言おといようって話。でも最近はイギリスが250キロ飛ぶ飛行機から発射する巡航ミサイルを渡して、これがもう使われたと言われてますんで、ちょっと局面が変わってきてます。このスンドム兵器から今は新たな反転構成の時代時期に入っているわけです。ただ ロシアは劣勢になればなるほど核兵器に訴える可能性があるというところを見せつけているわけですどういうことかって核を使うと脅しているでもね、これ実はね、2020年の6月の2日にね、プーチンがサインした一つの文章を見るとわかるんですよまだ戦争始まってないですよ ロシア軍は戦えないというののプーチンは分かっているの特に NATO 軍アメリカ軍とかなんかとは戦う能力がないというのを分かっているただウクライナ軍だったらやれるだろうって言っちゃったのが失敗のことなんですけどね。でこの文章は何に書いているかというと例えば相手がサイバー攻撃をやった場合生物化学兵器を使った場合とかね4つの条件に当てはまる場合には向こうが核兵器を使わなくてもこっちは核兵器で反撃すると らば切るぞって感じなんですねだから劣勢になればなるほど核を使う姿勢を強めるただ実際に使うことはかかりません戦術核兵器を使ってもですねある都市の一部を破壊したりあるいは相手の軍隊についてそれを潰すことはできても数が必要だ数が必要ということになると 全面核戦争になる可能性が生まれる。ロシアとしてもそれは避けたいわけです。だからその辺はやっぱりまあ寸土も兵器の時代から反転攻勢の時期に入って、じりじり押しながら元の国境線までどれぐらい領土をウクライナは回復できるかっていう話なんですね。そのうちにプーチンがまあ七十歳になって病気も抱えているし。 ももうう権力を手放すようににななると停戦に動きが生まれれていいくかもしれないただロシア軍が今いる状態での停戦はウクライナは絶対飲みませんからね出ていかないと駄目なんでそういう中でまあ一つ皆さん方はご存知かもしれませんがお話ししておきたいのはプーチンを排除すればいいじゃないかっていう話が結構ありますよね暗殺するとか。 でもそれできるんだったらやってるよっていうのがどこかから聞こえてきます。やりにくいんですよ。っていうのはね、プーチンをドローンでねやっちゃうとかいうのはね、まあそう難しくないのかもしれない。まあプーチンがいない時間にねドローンを飛ばしてみせるんだから、まあどっちがやったにしても本気じゃないんだけれども。ただプーチンを暗殺するっていうことは。 核戦争の引き金が引かれる可能性があるということでみんなその辺は慎重にならざるを得ないロシアの核兵器のシステムはアメリカより30年遅れてゴルバチョフの時代ソ連の末期に整備されただアメリカのそっくりさんなんですよ大体その中でアメリカが持っているものでロシアが持っているのは相手が核兵器を落ち込んできた あるいはプーチンやなんかの指導部が全部やられたとなると核兵器の部隊に対して核兵器の使用命令が出るんですこれはあのロケットが1個打ち上げられて極超短波で命令が出る自動的にねこれはあのアメリカが持っているものと一緒ですこれ死者のお手死んだ人のお手って名前ついてますだからそう簡単にね排除できない排除できるとしたら ロシアの法律に基づいてプーチン国家反逆罪だ逮捕して核兵器の部隊にターチに伝えるとかそういうことはできないといけないすごく軽技的でですすよよねねアクロバットですよ、ね、だからこれはまあ,あの誰がそういったことをやるのかそういったことにならないような状態でプーチンを、まあ、引っ込めるかそういった話し合いをアメリカもイギリスもロシアもしている。 そういうことも視野に入れておいた方がいいたがこれはまあフェイクニュースに関わるようなことばっかりになるんであまりそんなね陰謀謀略みたいな話はしない方がいいけどでもアメリカの情報機関 CIA の長官とロシアの情報機関 FSB の長官は去年だって公式に2回会ってますからね彼らが話をするっていうのはプーチンの後どうするかっていう話ですよ。 だからその辺は今、いろんな格好で動きが進んでいるということなんです。まああと5分ぐらいお話して、質疑応答の時間にしなきゃいけないというのでサインが出ていますけれども、とにかくウクライナが攻められる、それについてアメリカの軍は、 すでに北から来るとということをちゃんと予測してたアメリカのシンクタンクやなんか地図を出して東から来るって矢印書いてましたでもアメリカの軍は北から来る。で我が西准教授はちゃんとアメリカ軍の論文を出してきて補給能力の点から北から小ざるを得ないんだということを明らかにしてます。戦争始まる前ですよずっと 日本はなんか東からくるくるって防衛研究所の人たちもね言ってるんでそれはちょっとまあ,あの軍事について知らないから言っちゃうわけでその辺はロジスティックスの問題から見ようということで、まあ、話をしてるんです。で、まあ、西潤教授がアメリカの軍の論文で一つ紹介したのはやっぱりですね補給の問題なんですね平坦。で ロシアはあの時代替戦術グループ BTG というのを120個ウクライナにぶつけたんですよ。BTG 一つが戦車だけで重量持ってる、まあ、兵隊が800人ぐらいいるやつ120個。でもこの BTG がベストに動くことができるのは物資の集積してある場所から72キロなんだ。つまりコンビニでも朝の7時に このの種類のおにぎりがなきゃだだって世界ですよだから戦わせるためには燃料弾薬食料全部ちゃんと決まった通り提供しなきゃダメだめだこれ1台の大型トラックが1日3往復できる限界が7 2キロなんだ休まなきゃいけないしいろいろある積み下ろしもあるそれが倍になると戦闘能力がまあ半分近くまで落っこちる。 せいぜい140キロ圏ぐらいだろうなというのはアメリカ側の見方で物資を集積している場所を前に出しちゃいいじゃないかって言うんだけどそこにはウクライナ軍がいるから行かないんですよねでもこの北側のベラルーシからだとウクライナの人の寄付まで100キロ圏行けるんですだか3万人ベラルーシに持ってって 共同訓練やる格好を見せながら北から来たってことなんでそういった見方が意外とまあこれ自衛隊の OB でもあんまりそういったこと知ってる人いないから仕方ないんですけどね。あとなぜ北側のキーウからキーウを北側から攻めて失敗したのか。 これはプーチンの失敗でもあるし泥に負けたんですこの去年の2月24日例年だと地面はこちんこちンに凍ってるわけですだからいろんなところから戦車やんか入っていけるところは去年は凍らなかった泥ウクライナの国土は粒子が細かくて戦車が自由に動けない第2次大戦末期ね ハリコフという町を巡ってナチス・ドイツとソ連軍が戦ったけど4回泥の時期は両方とも戦いやめてるんですよ。泥将軍って言うんで北海道の演習場でも雪解けの時期に行くと戦車がお尻振ってねこんなんですよ。で後ろについてる装甲車はチェーン全部つけてもねスリップしてひっくり返るぐらい。 で戦車を守るのは歩兵なんです装甲車に乗っている戦車は歩兵に守られながら強力な火力で相手を叩く歩戦共同歩兵と戦車は共同それと戦う側は歩戦分離歩兵と戦車を切り離すでも金魚攻防戦では泥がそれやってくれたんですねだから、あのー、普通のところ走れないから主要幹線道路に ロシア軍降りてきて10対60キロ透明高速道路、大型連休ですよね攻撃しなくてももう止まっちゃってんでもそういう中で今度は東側でウクライナ軍の判定攻勢を行われるだけどこんなドローン時期ね ロシア軍知らなかったてるけどプーチンに逆らえないプーチンはとにかく軍隊を本格的に動かしたことはなくて情報機関出身で2 3 0人の特殊部隊フットワークよくパーッと作戦やってキーウに行って23日でねゼレンスキー捕まえるっていう感じのノリだったプーチンに逆らったら怖いから黙っていって軍はついていった。 それで失敗したってことがまあはっきりあるわけです。まあ最後に一個だけ申し上げておきますが、ロシア側は偉い人がボンボン死んだんです。まあロシアの軍隊ね社員二百万人の巨大な会社だと思ってください。とここにいる人たちはねそこの役員以上なんです。 取締役以上まああの彼なんていうのは常務取締役ですよね48歳の中将だ、まあ、スーパーエリートこれ全部死んだんですよ去年の5月13日までにここに出てるのは全部死んだなんでかウクライナ側ね自分たちがもともとソ連軍だったでしょうソ連軍の長所短所を知ってるわけです。 でロシア軍はソ連軍そのままなんですねとソ連軍ロシア軍の問題点というのは上が命じないことは下は何もできないんです米軍はその反対5人10人の小規模な部隊でも自分たちで考えて臨機応変に動けっていう訓練してる自衛隊はそれに近いロシア軍はね上がいないとみんなもう デクノボみたいなな格好なんですね。だから招集できた若いね未熟な兵隊ばっかりだから戦えないという問題とは別にこういう問題がある。でウクライナがそれ分かってるから役員全部狙うそれから企業でいうと幹部社員部課長にあたる左官クラス大佐とか中佐とかをどんどんやっていくロシア軍動けなくなっちゃうんですよ。 でウクライナ軍がですねやっぱりあの強くなったというのは2014年以降アメリカなんかが手こ入れをして強力なものをしたんですあのクリミア半島無血併合をされた後アメリカ側がびっくりしたのは当時のウクライナ軍12万5,000人のうち使い物になるのは5,000人ぐらいだった。 で国全体がねやっぱりロシアよりアメリカよりの政権が交代して混乱していて腐敗堕落汚職軍隊も例外ではなかった全然ダメだめだでそんな連中にミサイルとか戦車とか戦闘機を足すとロシアに売り払えるだけだから渡さないっていうのがまあアメリカ側ですよ。だから国全体に対するサポートもやっぱりちゃんとならないと駄目だっていうのは条件だ。 だ軍隊についてはとにかく組織やなんかを基本的なところを全部やり直すことと同時に持ってる武器を使いこなせるようにならないとダメだとから始まったんですよ。であと共同防衛軍みたいな民兵組織作ってねとにかく適性のある人にいろんなことをやらせるだからまあ非常に大雑把な言い方をするとウクライナの国民の半分ぐらいは戦力化されていると言っていいぐらい。 だこの人なんて2014年の段階までは本の編集者ったでも共同防衛軍に入って適正見たら射撃に向いてるって言うんでスナイパー狙撃手になったロシア側から賞金かけられてるぐらいこういう人たちがどんどん出てって上層部をやるあるいは上層部は携帯電話でしゃべんなきゃいけないような状況を自分たちで作っちゃう通信システム破壊したとか 携帯電話でしゃべっているとそこを狙われますよねそれでさっきのような格好になった。だまあロシアの場合プーチンがいつ権力の座から離れるのかどうかそれが一つ鍵ですがウクライナの反転攻勢は場合によっては元の国境線まで戻って停戦休戦の状態にはなるけれども朝鮮戦争がまだ終わってないのと同じように 半ば固定化される可能性もあるその中で破壊されたウクライナを国際社会がどれぐらい復興に手を貸すかその先頭に日本が立てるかどうかその辺が今問われている時期だと思いますまあ大変乱暴雑白な話を駆け足でいたしましたがあとは時間が許すます限りり失業答の形で補足をさせていただきたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました 先生ありがとうございました、はいえっと、今日もまた事前に申し込,ん申し込まれたときにもの、オンラインでの複,数複数の方からいただいている質問がありまして、それは、えっと、メディアが何を報じていないのかはよく分かりますが、えっと、なぜ報じてくれないのか、えっと、ということです。あのまず メディアの端っこにいた人間から言うと今の例えば新聞記者高学歴だけれども疑問を持たないだからあの権威筋が言うことを要領よくまとめる能力にたけてるんですいわゆる事件競争の勝ち組で固めてますけどねまあ偏差値70クラスでダーッといるの、ね、よ それがやることっていうのは人の言ったことをね、要領よくまとめるだけ。これ違うじゃないですかっていう記者なんていないわけよ。違う角度から逆れてるのは茂月さんだけどね、あの東京新聞の磯子さん、あの公開講座でも喋ってましたよね。でもとにかくそういう話なんだ。あとね、やっぱりあの軍事問題について言いますと、これは防衛省自衛隊のレベルが。 メディアの報道を通じて出ちゃうこともあるんですよ。実はあのまあ自衛隊の関係者として言えば、自衛隊はまあ日本の組織と全く同じ問題なんですけれども、手足としては世界でトップレベルなんです。ただ頭脳にあたる部分はそんなに力を入れていない。それは自衛隊の場合アメリカが頭脳になっているから。 けけるんですけれどもだからです、ね、手足としての話はできても戦略的な話やなんかをちゃんとできる上層部が限られていることなんで,すでそういう上層部はマスコミの取材には応えませんそういうこともあるそして民間のシンクタンクやなんかは自衛隊の人が言ってくれることを受け売りしているレベルあるいは大学の先生もだからそういう話になっちゃうんですね。 小川先生ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴、ご参加ありがとうございました。